こんにちは、スイス在住元バックパッカーのベーネです。物販はネット副業の中でももうすっかりメジャーなものとなりましたが、それと同時に今数えきれないほどの仕入れノウハウが存在します。 YouTube でも物販の仕入れと調べるともうたくさんのノウハウ動画出てきますよね。物販で稼いでいる人がいとも簡単に利益商品を見つけて高値で売れている様子を動画で見ると、私にもできそうと思うかもしれないんですが、他のノウハウを見るとこれも面白そうだな、どっちが簡単だろうとなり、これ選びきれなくなってしまうかもしれません。物販は仕入れと販路を組み合わせるとかなりの数のノウハウが存在します。そうなると当然ノウハウによって難易度や再現性は変わってくるんですね。今日の動画では初心者が稼げるノウハウとは何かについてお話ししていきます。万人に稼げるノウハウというのはないので、あなたに適したノウハウを見つけていきましょう。そして動画の最後にはあなたが稼げるノウハウを見つけるためのプレゼントもご用意しておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。チャンネル登録がまだの方はこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。仕入れはさておき、最初に販路の話をしましょう。販路とは商品を販売する方法や場所のことです。物販はこの販路と仕入れの組み合わせでノウハウが変わります。でもこの販路の時点ですでに難易度を分けることができるんですね。ネット物販においてどんな販路があるかというと、メルカリ、アマゾン、ヤフオク、バイマ、eBay などなど、すでに販売できる場所が展開されている場所に登録して販売する方法もあれば、ベース、ストアーズ、ショッピファイなど自分の販売サイトを持ち、そこに SNS などを使って集客をして商品を販売していくという方法もあります。前者と後者で何が大きく変わるかというと、自分で集客する必要があるかどうかというところです。例えばあなたが Amazon で商品を購入するとき、特定の出品者を Amazon でまず探して、その出品者の商品から購入するということはしないですよね。欲しい商品を検索してたくさんある中から気に入った商品を選んで購入し、その商品の出品者まで確認したことがないという人がむしろほとんどかなと思います。このようにすでに販売プラットフォームとして出来上がっているサイトに自分の商品を出品していくなら、あなたのことを知らない人がたまたまそのサイトであなたの商品を見て購入をしていきます。対して自分で集客をする必要がある販路になると、商品にどれだけ魅力があっても、あなたがその商品を売っているということを認知してもらえなければお客さんはなかなかやってきません。なので例えばインスタグラムで自分の売っている商品の写真をアップして紹介しながらフォロワーを増やし、購入したい方はこちらへという形で販売ホームページの URL をプロフィールに貼っておくという方法でお客様を自分で集める必要があります。これが集客なんですね。集客をしなくて良い前者と自分で集客をしなければならない後者だと、どちらの方が販売の難易度が低いか分かりますよね。当然既にあるプラットフォームで販売していく方が簡単になります。さらにその販売プラットフォームの中でも難易度は分かれます。最も簡単なのがフリマアプリのメルカリ。手数料は 10% ですが、それのみで複雑なお金やシステムの理解が必要なく、不用品でも仕入れ品でも個人が簡単に商品を販売することができます。メルカリと同じフリマアプリなら、ラクマやペイペイフリマも手数料はメルカリよりも安く使えますし、手作りのハンドメイド品の物販ならミンネなど、このようにスマホだけで販売ができるアプリは個人が物販をするにおいてとても使いやすいですよね。ヤフオクも手数料 10% ですが、ヤフオクとメルカリだと利用者のターゲット層が変わってきます。例えば男性か女性かだと男性の方が多かったり、年齢層もメルカリより高いので、ターゲットにマッチした商品であれば一つの選択肢として考えるといいですね。次にアマゾンです。アマゾンも個人で出品が可能でとっても売れやすいんですが、月額を支払い FBA 倉庫を利用した方が商品が売れやすくなったり、その他にもさまざまな手数料が細かくかかってくるので、同じ商品をメルカリとアマゾンで同じ値段で販売するならメルカリの方が利益はずっと高くなります。
でも Amazon はユーザー数がダントツで多いので、同じ商品を複数販売する場合やたくさんの商品を一度に販売していきたい場合は Amazon がベストです。バイマやイーベイは輸出入になると関税の計算なども入ってきますし、商品の売りやすさもメルカリやアマゾンと比べるとハードルは高いので、この中だとこれらは中上級者向けの物販に分類されます。次に販路の中で一番難易度の低いメルカリから仕入れノウハウをご紹介していきますね。仕入れ方法様々あるんですが、なぜかというとメルカリは何でも売れるからです。むしろ他のプラットフォームで売れないものでもメルカリでは販売できますが、その逆はほとんどありません。例えばアマゾンだとアカウントによって売る権利が開放されていたり、まだ売ることが許されていないメーカーとかがあったりするんですが、メルカリにはそういうものはありません。薬や生物、法律上販売できないものはありますが、ほとんどのものが販売できます。ではここで一気にメルカリで使えるノウハウ12選をご紹介しましょう。まずはその中から初心者向けのものを5つ。まず0円仕入れ、100円仕入れ、アマゾンダメージ、楽天ポイントせどり、初級店舗せどり。次に中上級者向けの仕入れを7つ。中国輸入、カメラ転売、古着せどり、ネット卸仕入れ、革靴転売、旧店仕入れ、ブランド転売。さて、知っているものもしくは知らなかったものはありましたか？稼げるノウハウとは実は人によって変わります。どれも正しい方法で行えば利益が出る方法ですが、人によって合う合わないがありますし、それぞれのノウハウでメリットとデメリットがあります。なのでこのノウハウは誰でも稼げますというものは存在しないんですね。一番大切なのはあなたのレベルに合わせてまずはやってみたいものを選び、やってみながら今度はストレスなく取り組めるものを選ぶのがベストです。ということでこれら12のノウハウのメリットとデメリットを一度に学べる完全解説ファイルを作りました。さらに一つおまけのノウハウ説明も加えた PDF ファイル、こちらを私の公式 LINE でプレゼントしちゃいます。合言葉は12選です。こちらから登録して合言葉を送ってくださいね。こちらの公式 LINE では初心者向けの物販に関する有益な情報を無料で配信しております。今回のプレゼント以外にも登録者限定のプレゼントもありますので、お気軽に友達登録してみてくださいね。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に海外生活や旅に関する動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。